ボケ山古墳の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。墳丘ボケ山古墳は、大阪府藤井寺市青山三丁目にある古墳。形状は、前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、羽生坂本領として、 第24代人間天皇の御笹木に自乗されている。ボケ山古墳は、墳球の長さ122メートル、前方部の幅107メートル、高さ13メートル、公園部は直径65メートル、高さ11.5メートルの前方公園墳である。南東の首レ部に作り出があり、周囲は堀で囲まれている。百七十五年と百七十九年の 大阪府教育委員会による外包み調査により、公園部北東側の包みと前方部北西側の包みで円筒萩和列が発見された。また、1981年の羽びきのし、教育委員会による外包み調査により、前方部北西側の包みに接する斜面で2基の萩和用が発見された。出土した円筒萩和などの特徴から、6世紀前半に、 築造されたものと考えられている。宮内庁によって人間天皇陵に事情されており、廃所が前方部正面の堀の外にある。ありがとうございます。